1位ということですので、まあ、これからそういう失敗がないように練習してもらいたいですね。3番目はアメリカのミルズです。この人も中技で1回半宙返りローリングという難しい技を持っていると聞いております。これは後転飛びから後方宙返り、はい、連続ですね。伸身宙返りの連続です、はい。さあその中技の難しい技をどこで見せてくれますか。15歳のアメリカのミルズ、このあたりは見事です。あのルーマニア選手もやってましたけど、今ああいう、まあ、肩倒立というんですけれども、はい、ああいう寝技が流行ってるんですね、まあ、日本の選手も少しでも真似をして独特な、まあ、そういうオリジナルな技を作ってほしいですね。ドブレあたりもね、そうですね、見せますね、はい。そのまでの伸身宙返りです。これはこのまま、そうですね、屈伸のダブルですね。姿勢的にはちょっと不十分ですね。最初が抱え込みで。